私たち JTA は新たに J-FORCE という皆様と海外各国を結ぶ様々な事業を開始しました。各国の現地社員が多岐にわたり皆様をサポートいたします。詳しくはウェブサイトをご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。シンガポールの宮塚です。4月19日からは全てのナイトエンターテインメントを再開し、4月26日からは新型コロナウイルスの行動規制のほとんどを緩和したシンガポールですが、規制緩和の1週間後となる5月5日の1日あたりの新規感染者が急増したとの報道がされました。それまで1日あたり1000人を切るまで減少するなど収束傾向が続いていましたが、5月5日は4733人の新規感染者が発生し急増しました。カラオケやナイトクラブなどの営業再開、飲食時や職場での人数制限の撤廃、さらには屋外でのマスク着用義務の撤廃も盛り込んだ今回の大幅な規制緩和により、市街地は大変なにぎわいを見せており、ある程度の感染の増加は想定内であること、さらには4連休明けの2日目の平日であったこともあり、症例数が増えたことが要因との見方が大勢を占め、今のところ1日あたりの感染増に大きな関心が寄せられている状況にはありません。政府は規制緩和の発表の際に、このまま国内の感染が一段と沈静化すればさらなる規制緩和を検討するとの方針を明らかにしており、一日も早くコロナ前の生活に戻りたい国民の期待に応えられるか、今後の動向に注目が集まります。オーストラリアの志村です。規制緩和の進むオーストラリアですが、オーストラリア入国前の陰性証明書の取得が不要になったこともあり、日本からの入国に対してより一層ハードルが下がり、ワーキングホリデー、学生ビザの保有者、ビジネスマンの渡航が増加傾向にあります。特にここシドニーでは出張者とみられる日本人ビジネスマンの姿も多く見かけるようになりました。シドニーの位置するニューサウスウェル州の場合、入国後24時間以内に行う迅速抗原検査が課せられていますが、到着後すぐに検査を行うことで自己隔離が終了することから、その日のうちに予定をこなすことができます。シドニー空港では乗り継ぎを行うワーキングホリデー、学生らしい若い方の姿も多く、徐々にではありますが日本人渡航者も増えてきています。街中を見るとマスクをしている人も少なく、コロナ禍前と大きく変わらない様子です。私ども JTA では日本帰国の際に必要な PCR 検査の予約代行を受けたまわっております。病理専門病院での検査も可能ですが、私どもでは安心の日本語クリニックをお勧めしており、日程調整なども受けたまわっておりますので、ぜひお問い合わせください。香港の小倉です。政府の発表によりますと、第2段階目の規制緩和の一部が5月5日より前倒しで行われることとなりました。第2段階目の緩和は5月19日から行われる予定でしたが、今回母の日の前5月5日より一部の規制緩和が前倒しで行われます。飲食店の一択の上限を4名から8名に変更、プール、ビーチ、水上スポーツなどの施設を再開、屋外施設のスポーツ時のマスク着用不要が前倒し部分となります。19日からはそれに加えて飲食店の営業時間が午後10時から深夜0時まで延長、宴会の上限人数が120名まで増加、映画館の入場上限を 85% まで緩和、劇場内の飲食も可能となります。これらはワクチンパスが前提となり、月末からは3回のワクチン接種が条件となります。一方、香港の第一四半期国内総生産 GDP の伸び率は前年比でマイナス 4% と大幅に下落しており、コロナ感染第5波の爪痕をはっきりと残す形となりました。バンコクの高田です。入国条件が大幅緩和された初日の5月1日、バンコクスワナプーム空港では約1万7000名以上の入国者と旅行者の迎えに来たホテルやツアーガイドの姿で混雑しました。5月1日からの空港の運用としては、国際線到着口のうち B 出口周辺がホテルやツアーガイドとの合流場所となっており、多数のお迎えネームボードを見ることができます。また C 出口はワクチン未接種者の合流場所ともなっていることから、待ち受ける人の姿は見えず閑散としています。4月中旬のソンクラン後、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念された反面、
4月後半には徐々に1日の感染者数が減少しております。2万5000名程度で推移していた感染者数は5月最初の週で1万人を切るまでとなりました。以上、バンコクからお届けしました。バリ島の岡本です。インドネシア国内での観光需要が今急速に回復に向かってきています。5月2日から開始されたイスラム教の断食明けの休日であるレバランですが、今年は例年以上の国内移動が各地で発生しています。インドネシア人の人気滞在先であるバリ島では1日に1万8000人ほどの観光客が到着したとされ、市内でも大型バスや渋滞などが目立つようになってきています。またバリ島発着の国際線も現在19カ国20社の航空会社からの直行便が運航されており、入国者は前月と比較し約 250% ほど増加する見込みとされています。インドネシア政府はビザオンアライバルと呼ばれる到着ビザの発給可能地区をさらに17カ国増やし、計60カ国からの入国を許可しており、バリ島の経済回復を見据えさらなる観光客の誘致を狙います。日に日に活発化する人々の動きですが、インドネシア政府はレバラン時期が明けた後も新たな変異株が現れない限り大幅な感染増にはならないと予想しています。